ナポレオン三世は1864年に旧貴族の称号だったシャテルロー公爵位を復活させた1864年に最後のシャテルロー公爵となった第12代ハミルトン公爵シャテルロー公爵はフランスの貴族に授けられた公爵くらいの一つ。シャテルローに由来する。歴史的経緯から何度かスコットランドの貴族に授けられたことがある。 この爵位は1515 15年、モンパンシエハクジルベールの三男、フランソワ・ド・ブルボン・モンパンシエに同廃校の公爵くらい。しかしフランソワはその年のうちに亡くなり、爵位はその時系のシャルルが継承した。シャルルは、シュザンヌ・ド・ブルボンとの結婚を通じて、ブルボン公爵及びオーベルニュー公爵を兼ね、フランス軍総司令官の称号も有したが、主君である、 フランスは一世王を裏切って新聖ローマ、皇帝カール五世と同盟を結んだため、1527年にシャテルロー公爵位を含むすべての称号を剥奪された。シャテルロー公爵位はブルボン公爵位と共に、フランスは一世王の母ルイーズ・ド・サボアワに授けられたが、1530年にはブルボン公爵領に付属する所領は、ブルボン家坊家のラ・ロッシュシュル4公。 ルイ三世に譲渡された。しかし同年、ブルボン公爵位のみが再びオーボルイーズに授けられ、彼女は1532年に死ぬまで二つの公爵位を保った。フランソア一世は1540年に産卵のシャルルにオルレアン公爵位、アングレーム公爵位と共にシャテルロー公爵を授けたが、シャルル王子は1545年に創生したため、シャテルロー公爵位は廃された。 1548年、アンリニセイオーは、同年に結ばれたシャティオン条約に基づき、同ファンとスコットランド女王メアリーとの婚約を実現させたスコットランド摂政の第二代アラン・伯爵に、シャテル・ロー・公爵位を授けた。しかし、アラン・ハは1559年に、フランス王妃となっていたメアリー女王と敵対したため、シャテル・ロー・公爵位を剥奪された。 アンリ2世は1563年、愛称、フィリッパ・ドゥーチとの間に設けた書室の娘ディアーヌド、フランスに、シャテルロー公爵位を与えたが、ディアーヌは1582年に、シャテルロー公爵位を放棄し、代わりに、イボテイのアンリ3世王より、アングレーム公爵位を受けた。翌1583年、シャテルロー公爵位は、モンパンシエコフランソワに与えられた。 この爵位継承は、フランソワの彦にあたる、ラ・グランド・マドモアゼルこと、アンヌ・マリール・ルイーズ・ドルレアンが1693年に死去すると同時に廃された。シャテルローの所領のみは、ルイ14世王の弟である、オルレアン号フィリップ一世が相続した。1720年代、オルレアン公爵家は、シャテルローの所領を、タルモン公フレデリック・ギオーム・ドラ・トレモイユに売却した。 その息子のアンヌ・シャルル・フレデリックは1730年にシャテルロー公爵に助せられた。アンヌは1759年に子供のないまま死去し、公爵位も廃された。シャテルローの所領のみはラトレモイユケの桃園の親族に相続された。第二帝世紀の1864年、皇帝ナポレオン三世は1548年のハミルトン家に対するシャテルロー公爵の助爵を 復活させることを決めた。公爵くらいの創造者は、1548年の国王直居上に明記された創造順に従えば、第14代ダービー伯爵であり、また、第2代アラン伯爵の男形直径の着流であれば、初代アバコーン公爵であった。しかし、ナポレオン3世がシャテルロー公爵に助手したのはこの両者のいずれでもなく、 第2代アラン博の女系子孫の一人である第12代ハミルトン公爵だった。これはハミルトン公爵の母方の祖母であるバーデン大公妃、ステファニー・ド・ボアルネがナポレオン三世の登園にあたることが重視された女爵であった。第12代ハミルトン公爵は1895年に男子のないまま死去しハミルトン公爵家にナポレオン三世と 遠説関係のある男子はいなくなった。その後、ハミルトン公爵家の当主とアバコーン公爵家の当主の双方がフランスにおける爵位としてシャテルロー公爵を自称したものの、これらの爵位請求に法的な正当性は認められなかった。ありがとうございます。